さあ大丸梅田店にやってきました。今日は私の愛してやまない魔法少女マドカマギカの展示会マドマギ展がこちらで開催されるということで、今から取材に行ってまいりたいと思います。さあ3年間いや4年弱アナウンサーの仕事をやってきて一番嬉しい仕事です。2011年にテレビシリーズとして放送され大きなブームを巻き起こした人気アニメ魔法少女マドカマギカ、通称マドマギ。テレビ放送10周年を記念した展示会が大丸ミュージアム梅田で3月7日まで開催しています。中学3年から大ファンという清水アナが気持ちの入りすぎたリポートをお届けします。それでは早速行ってみましょう。今回はマニアックすぎて放送では使えなかった未公開シーンもご覧ください。入ってすぐ目に飛び込んできたのは、うそ、衣装あるんですか。いやこの実物大の衣装は本当テンション上がりますね。もうねまさに中高ノートの端っこの方に衣装の絵とか描いてました。いや再現度が本当に高い。光沢感とか素材も想像してたのと全く同じです。これちょっとすみません覗いていいですか。おお、すごい中まで再現されてる。中がこのようにあのフリルで敷き詰められてるんですよね。ここまで再現されてるんだ。これはテンション上がりますね。面白いな。そして未公開シーンが、ここもしかしてまどかとさやかとひとみがカフェで喋るところかな。わっ、まさにこんな感じですよね。ソファに座って、これは本当に実在するんだ。嬉しい。もうアニメの中からそのまま出てきてます。これまどかがその魔法少女にもし自分がなったらってコスチュームを考えてる時に描いたイラストなんですよね。あまりにもマニアックすぎたのであえなくカット。これはすごいぞ。わあ、魔女の絵だ。魔法少女が命を懸けて戦うその相手というのが人の心を蝕む魔女たち。うわあ、すごいな。そしてキャラクターの繊細な表情や躍動感あふれるアクションを生み出してきた原画や絵コンテなど、アニメを知らない人でも楽しめる制作過程も展示されているんです。これはさやかと京子の対決シーンだ。うわすごい。これは絵コンテかな。わわ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 、一コマ一コマこんな風に作られてたんだ。これちょっとファンたまらないですね。さらにソウルデモン、この石さえあれば魔法少女ができる、魔力を溜め込むことができる石なんです。思ってた通りだ。このガラスの玉のような感じとか、やっぱり作中に出てくるものが実寸大で見られるっていうのが展示会の魅力ですよね。こういったところの変遷も。そしてこちらも未公開シーン。はあ、これこのね、京子がいつも何か食べてるんですよね。その京子が食べてたものシリーズですかね。すごい、こんな展示もあるんだ、面白い。いや中でもねやっぱり京子を象徴してるのはリンゴですね。うん、うわー、ここも面白いな。こういう見せ方もあるんだ。アニメを見てないとただのリンゴにしか見えないのでカット。他にも人気の名シーンを再現した空間演出、モーショングラフィックを駆使した特別映像も体験。最後には、私、みんなを迎えに行かないか。いつかまた、もう一度ホモヤちゃんとも会えるから。これは、ファンはもう涙なくしては見られないです。わあ。そして最後にこの絵か、なんかいろいろ考えさせられるな。書き下ろしです。書き下ろし、楽しいことばっかりの物語じゃない
でその物語をこう追体験して最後にこの青空が待ってるっていうのがなんかすごく私たちの心も魔法少女たちの心も救われた気がしていいラストですね。うわ、魔法少女まどかマギカ展大丸ミュージアム梅田で3月7日まで開催中です。関西の皆さん12話のゾーンに分けて体験していただくような楽しんでいただける工夫をしておりますので、何度来ていただいてもまた新しい発見ができるんじゃないかなとは思っています。皆さんぜひ来てください。本当におすすめです。以上、漫画アニメ解説員こと清水麻耶でした。4タメ